日本特有の様式といわれる織部。室町期の海遊島につながる木瀬戸。桃山文化を生み出したこれらの焼き物は今なお私たちの暮らしに溶け込み愛され続けています。加藤作助東坊、代々作助を襲名し織部木瀬戸の伝統を受け継いできました。江戸後期に生まれ、古法に倣って茶器類を作り、その名を博した初代作助、寿斎。古陶器を研究して作陶に生かし、明治大正時代屈指の良工と言われた二代作助、俊仙。織部を中心に仕事をし、北王子魯山人とも親しくした三代作助、俊山。愛知県指定無形文化財、陶芸織部木瀬戸御老焼の保持者に認定された四代作助。そして五代作助、加藤新也氏。1964年東京芸術大学彫刻科を卒業、同大学院陶芸講座に進み、加藤はじめ藤本義道氏らに師事。4年後瀬戸に帰って作助東坊に入りました。伝統を継承しながら自他ともに厳しく向き合う日々。1998年、平成10年、瀬戸市より陶芸織部木瀬戸の無形文化財保持者に認定されました。愛知県立芸術大学教授、日本工芸会理事、東海支部幹事長を務めるなど、瀬戸市を代表する陶芸家の一人として知られる加藤新也氏。東海伝統工芸展では第4回の日本工芸会賞を受賞したのをはじめ、愛知県知事賞を2回、中日陶芸展では名古屋市長賞、1994年には愛知県から芸術選奨文化賞を受賞。長年回遊象眼技法を追求してきましたが、その頃から作助窯の伝統である織部木瀬戸で作陶活動を行っています。
形。うん。でもう何しろ形が私のはもう一番最初に出てきます、うん、だから、スケッチブックにもまず形が出てきます。でその形を作るための素材があり、またその、形をより強調するための模様があり、もちろん優があり、小生があると。成形していく中の、で出てくる、例えば端的に言ってろくろ目だとかなんかっていうのはあんまり見せたくないんですよね。なんかそういうものにろくろに作ってもらってるみたいな気がしてね、うん、やっぱり自分の意思で仕事をしたいと。造眼という技法だとそれ全部かき落とさなきゃいけないんで、表面全部ろくろ目なくなるんですよね、うん、そういう点でも面白いなと。形を 単純に見せることができると、うん、いうことで、まあ、自分の作為みたいなものがはっきり表現できる表現方法、うん、土は織部ではガイロメ粘土を主として使います。スタンパーで粉砕した後、ふるいで粗い土を取り除き、水を加えてドレンキで練ります。一方、キセトでは砂を含む山土を使います。粉砕して水を張った桶に入れて攪拌した後、その泥水を甕に移し替え、粘土が沈殿するまで待ちます。沈殿したら上澄みを捨て、粘土をすくい取って水甕に移し、適度な柔らかさにする。この水肥によって基本となる土を作ります。織部ではガイロメ粘土に鉄分を含む赤土を少量加えてあります。練り上げた土から形を生み出します。
室にしばらく置いて半乾きになったところで削ったり叩いたりして形を整えます。高台を削り出します。次に縄文を象眼で入れます。まず文様を歯刀で彫ります。掘ったところへ鉄分をたくさん含んだ土を埋め込んでいきます。そして表面を削り落として仕上げます。加色が終わったら1週間ほど乾燥させた後ガス釜で素焼きします。作助の織部湯は土灰、長石、竹羅、それに銅を合わせて作りますが、作品によって少しずつ変化をつけます。透明油を薄くかけます。織部油をまとわせます。キセトは鉢を作ります。
1週間ほど乾燥させ、ガス窯で素焼きします。キセというは、室町期の海遊島の流れを汲んだもので、少量加える鉄分が味わいを出します。まず全体にこのキセというをかけます。そして模様を刻み入れたあたりに、短パンをつけます。いいよいしょ、いいよ、はい、こういうことに、この方向で、いや違う違う、逆45、90度振って、押さえてみて、ちょっと触ってる、今のちょっとつくんのがいいかどうか、手で手で、ラボアップだよ、織部は薪窯で焼きます。薪で、炊くということは、燃せば還元状態になって、で、中性になって、木が燃え切って酸化になって、また、還元中性酸化を繰り返して、その繰り返していく中で、織部の色っていうのは、あの綺麗な織部の色が出てくるんですよね。そこにノウハウがあるんです。でそれをどういう温度からどうしていくか、それからどんなところでどのぐらい、強く還元寄りにして、どの段階から、少し酸化寄りに炎の状態をコントロールするかという辺が、鍵ですね。調整しながら1250度まで上げます。調整時間は30時間くらい。キセトはガス窯でやはり1250度まで上げます。調整時間は30から35時間。私はキセトの表現っていうのはできるだけ酸化状態で、その代わり思いっきり時間をかけてじっくりと灰を溶かしてやると。ガスの窯っていうのは純酸化とそれから強還元、あの磁器のようなものを焼くとき、これはもうやっぱりガスの窯っていうのは本当に非常にその燃料に適しています。特に織部なんていうのは桃山家にこの地域で、出てきた焼き物で、非常にまあ革新的な焼き物と、ねばならないなんてことはほとんどなくて、もっともっと、可能性、表現の可能性っていうのをみんなが、考えればいい仕事だと思います。おこがましいけども、自分の織部っていうのが、終わる時に少しぐらいできてくればいいかななんということを常日頃思ってれば、それはもうエンドレスですからね。キルトはね、ちょっとした、灰のセレクション、釉の厚み、それから温度の、もう本当にギリギリの、温度で焼いてますんでね、キルトなんてのは織部よりもっと単純ですけども、それだけに、特に灰という、非常に、自然で、なものが、大量に入ってる釉薬ですから、もうそういうことも含めてその止める時間が大変問題になるんですよね。だから、まあ、今回その辺のところはまあまあ、そこそこいってんじゃないですか。
50代もあと2年ぐらいになってきて、で自分自身の仕事もいよいよスタートだなと。伝統に深く根ざした織部季節は、瀬戸の町に住む人々が変わっても途絶えることなくまた伝えられていくことでしょう。